我押し。今回の我押しは初めての演歌歌手であります五木ひろしさん扱っておりますけれどもね、五木ひろしさんの昭和の楽曲我押しベスト10というのを発表しておりますが、今回はその後編第5位から1位までを発表したいと思います。第5位、長崎から船に乗ってですね、これ好きだったっすよ。あのね、五木ひろしさんのヒット曲でこれって意外と忘れられてるんですよね。2曲目なんだけど、もう2曲目って五木ひろし名義でね、で1曲目のさ、横浜黄昏っていうのはもうデビュー曲でもあるし、で大ヒットしたからさ、わりかし振り返られることが多いでしょ。でその次のヒット曲、この長崎から船に乗ってはさ、なんかやっぱ横浜黄昏に隠れちゃってあんまり扱われなかったんですよね、扱われる機会が少なかった。まあ五木さんキャリア長いし、いろんな番組とか出てるから、そうは言ってもね、いろんなところで歌ってるとは思うんだけども、扱われる機会が非常に少ないんですよこれね。でもこれもオリコン4位まで行ってるんだよね。結構売れたっすよ。だから当時もよく聞いたし、で私好きな歌だったっすね。これデビュー曲と同様、山口洋子さん作詞で平尾正明さん作曲なんだけどさ、長崎から船に乗って神戸に着いたっていう歌なんだけどさ、これ多分さ、曲線だよね、曲が先にできてんだよね。でテラララララテラララララって、こう、まあなんか中華っぽいさ、夜な抜き調みたいな曲だけどね、まあそこからなんかね、異国情緒みたいなを感じて、でそういう旅の歌にしたと思うんですよ、曲線だとしたらば。逆に詩が先だとしたらば、平尾さんがその長崎から船に乗ってっていう、その旅の歌だから、ね、それで港町の歌だからさ、だからそういう異国情緒を出すために夜な抜き調にしたっつうの、まあ、どっちが曲が先か詩が先か分かんないけども、まあ、そういう風な感じで作られてるとは思うんですよ、詩にせよ曲にせよね。でもハマりすぎだなと思ってさ、曲が先だとしたらさ、タラララランランテンララランテンっていう曲が先だとしたらよ、そこにさ、長崎から船に乗ってっていう詩を当てはめるってただごとじゃないなと思うんですよ。だからやっぱこれ詩が先なのかな。まあ、もしかしたら山口洋子さんだし詩が先なのかもしれないね。でもそうすると今度平尾さんがすげえなと思って、長崎から船に乗って神戸に着いたっていう詩を見て、長崎から船に乗って神戸に着いたっていう曲を当てはめる、これ流れるようにはまってるじゃん、ここの部分すごいよね。だからこれそこのハマり具合がすごくて好きだったんですよ、これだから聞いてて気持ちいいの。長崎から船に乗って神戸に着いたっていうところを聞くとすごい気持ちよくって、当時からね、の好きだったんですよ。で横浜黄昏もいい歌だなとは思ってたけど、そんなに好きっていうほどまではいかなかった、当時子供でもあったしね。これはね、そこの部分の気持ちよさでね、本当に好きだったっす、当時から。で長崎ってやっぱりあれなんだよね、昔からよく歌になるんだよね。それっていうのは昔からほら江戸時代とか出島とかあってさ、で異国文化が唯一日本に入ってきてたっていう、まあそんだけ先進的な町だったっていう、まあそういうところがあってさ、それが昭和の頃、昭和のそうだな40年代くらいまでは割とね、脈々とその世界が生きててさ、長崎っつうとこう港町、それからちょっとこう異国情緒のある町みたいな感じでね、そういう歌が多かった。だから長崎の歌って多いんですよ。私父親が長崎の人間でもあるから結構ね興味持ってんだけど、長崎の歌は昭和時代本当多かったよ、ね、長崎は今日も雨だとか、長崎ブロスとかさ、ね、長崎の夜は紫とかね、いい歌多いんだ本当に。まあそういうこともあって、この歌はね本当好きな歌でしたね。長崎から船に乗って、だ埋もれてる、一時ねちょっと埋もれてたっつうかさ、みんな横浜黄昏の方に目が行っちゃっててさ、初期の歌っつうとね、一時埋もれてた感があるけど、今はさすがにあれかな、だいぶ五木さんも歌う機会が増えてるだろうから、まあ知ってる人がまた増えてるのかもしれないですね。第4位、
居酒屋ですね。これはいきなりの木の実奈々さんとのデュエットでね、あれって感じだったんですけどもね、五木さんが他の人と一緒に歌うなんてみたいな感じでね、でもこれはいい歌だよね飲み屋でデュエットする、カラオケでデュエットするとなったらね、必ず入ってくる歌でしょ。何曲も歌ってたら絶対入ってくる歌だよね。だから曲も詞もよくできてるからね。これ作詞が阿久悠さんなんだけどさ、阿久悠さんはまあいかにも阿久悠さんだなって詞だけど、曲が大野勝雄さんってすげえなと思って、これ今まであんまり意識してなかった。この企画でね、改めて大野勝雄さんって知ってさ、ああって感じですよね。うっそーんって、あ、大野勝雄さんがこんなド演歌っぽい歌を作るんだって。で、まあ演歌っつ演歌じゃないけどね、まあおしゃれな歌なんだけど、それにしてもこんな飲み屋で歌うような歌をさ、大野さんが作るんだと思ってちょっとびっくりしたんだけどね。ね、これはでもよくできてるよね。やっぱ詩は本当に阿久さんだからさ、こういうの書かせたら一流だよね。特に最後の方がもう畳みかける感じでいいよね。絵もない、花もない、歌もない、飾る言葉もシャレもないね、ないない尽くしな、もうアクさんこういうの好きだよね、もう本当に、ね、こういう何にもないけれどもシャレてるんだよ、そこでがシャレてるんだよってね。だから本当はこれシャレもないって言ってるけどね、歌詞では言ってるけどさ、アクさんが言いたいのは本当はそういうのこそが居酒屋としてシャレてるんだよってことが多分言いたいだと思うんだよね。絵もない、花もない、歌もない、カラオケなんかもちろんない、飾る言葉なんかないけれどもね、で洒落てもいないよって、そんなこじゃれた店ではないよ、でもそういう、居酒屋こそが本当は洒落てるね、素朴で洒落てる、そんな居酒屋でっていうね。だから名前聞くほど野暮じゃない、まして身の上話などって、まあそういう同じ世界ですよね、阿久さんの世界だよね。ええ歌はもないっていう風にみんな居酒屋で歌ってるというね、すごい矛盾だなと思ってね。いや、みんな 何も考えないで歌ってるのかもしれないけどもね。そうね、だってそういう歌を歌ってるその酒場は絶対この居酒屋の世界じゃねえだろっていうね。阿久さんもこれカラオケブームにもうなってたんかな、いつの歌だっけ。ああ昭和57年、ああもうカラオケブームの出始めの頃かしんないね。だからまあ阿久さんもそこら辺計算してるんだろうね、多分ね。だからもうカラオケで歌うってことはもう計算してる。だからまあデュエットソングなんだろうけど、まあ、そういうのを計算してでね、実際にはそういうほど遠い場所で歌われることは100も承知で、だからまあないもののねだり的でさ、そういうのとかけ離れた店で歌ってるからこそ、その詩の世界がね、よりこう映えるっつうか映えるっつうかね、そういう感じになるんだと思うんですよ、ね、実際にはそういう店ではないカラオケで、ガー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 歌ってんだけども、ね、でもそういう店でこういう歌を歌ってると逆にこうしんみりするっつうかさ、逆にこう盛り上がるっていうね、ないものねだり的な話ですよね。うまいよね。だから阿久さんが作り方がうまいっつうかさ、こうエッジを聞かせるっつうかね、こうその曲歌に、歌の世界により注目させるためにはっていういくつかこう法則持ってんだろうね。でこの歌では実際にはそのかけ離れた場所で歌われるのは100も承知で、あえて遠ざかった世界を詩に反映させてるみたいなね、ところでやってると思うんですよ。プラスその大野勝雄さんっていうね、新規の歌詞、作曲家の方がこの世界にドハマりの曲を作ってるよね。だからその絵もない、花もない、歌もないっていうところが詩が畳みかけてるんだけども、最後のところでね。でそのやっぱり曲もさ、そこがもう本当に畳みかけるように入ってきて、でデュエットのハーモニーも入るようになっててさ、すごいなっていう。大野勝雄さんもね、すっかりもう大人の歌をこうやって作っちゃうような、そういう風になってたんだなっていう風に思いますよ。これはもう名曲ですよね。
ここでお知らせをご覧ください。第3位、横浜黄昏ですね。デビュー曲です。これはまあ名曲ですからね、やっぱりヒットしますよね。でこれで作詞家山口洋子さんも前面に出たしさ、ね、平尾昌晃さんもまあこれで非常に大きく注目されたっていうね、作曲家平尾昌晃、もう歌手としても有名だったけども、その平尾さんがさ作曲家としても脚光を浴びたっていう感じですよね。まあ有名な話だけど、全日本歌謡選手権で10週勝ち抜けして再デビューと、五木さんがね、そのまあ再デビュー曲っていうことなんだけどもね。で横浜黄昏ホテルの小部屋でしょ、これがずっと続くんだよね。横浜黄昏ホテルの小部屋すごいよな。詩が要するに体言止めじゃなくてさ、名詞だけで続いていくっていうかね、横浜黄昏ホテルの小部屋、まあ助詞みたいのはつくんだけどね、口づけ残りがタバコの煙、だからタバコの煙か、タバコの煙447か、447拍子だよね、447447ね。日本語って面白いよね、いろんな表紙でできるんだね。でブルース口笛女の涙っていうところもおかしかったよな。だから初めて聞いた時っていうか、最初の頃はなんか面白い歌だなと思ったっすよ。やっぱりね、横浜黄昏ホテルの小部屋、口づけ残りがタバコの煙まではまあいいんすよ。でブルースで佳境に入るじゃないですか、曲が。そこでもその調子が続いてるから、なんか面白いなと思ってね。口笛女の涙で、で最後だけあの人はいていてしまったになるんだけどね。まあだけども最初の3行が447拍子っていう感じで、それで考えると題名がさ横浜黄昏ね、横浜天黄昏だからさ、この題名ね、横浜で区切ってんだよね、黄昏だ、4ってのを強調させてるっていうか、題名までね。そう考えるとこの題名が分かりますよね。横浜黄昏でちゃんと44で区切ってる、そういう世界ですよっていう題名になってんだよね。まあ山口洋子さんもただものではないなっていうね、そういうところが垣間見える歌でしたよね。で平尾さんの曲作りもさ、まあ平尾さんの曲も好きなの多いんで、いつか我推し平尾昌晃、作曲家平尾昌晃って絶対やると思うんですけども、まあこれも結構好きな歌だったですね。だからね、ここでお知らせをご覧ください。第2位、夜空ですね。これはね、ちょっと思い出があるから、思い出補正が入ってますね。曲だけで捉えると夜空、まあもちろん嫌いな歌じゃないし好きな歌なんだけど、曲だけで判断すると2位はさすがにないかなっていうところはあるかもしれない。横浜黄昏とか長崎から船に乗っての方が好きかもしれないな。でも夜空いいですよね。最初のあのイントロのピルル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 ルってあの新しい感じの音から入って、でその普通の演歌調のイントロになるでしょ。これももちろんね、作詞山口洋子、作曲平尾昌晃コンビなんですけども、あのサビの部分でさ、ああ諦めた恋だからなおさら会いたい会いたいもう一度のところで、なんか五木さんがさ例の握り拳やってたような気がするんだけどね、どうだったっけ、そんなような印象があるんだけどね。あのに五木さんの握り拳ってどこら辺からかなと思うんだけど、横浜黄昏でもやってたか。なんかでも会いたい会いたいのところでさ、どうしても力が入れてるから、そこで握り拳グニグニってやってた気がするんだよな。まあこの夜空はさレコード大賞取ったじゃないですか、だからその印象が非常に強いんだよねやっぱり。でレコード大賞を取って、これさ発売が10月なんだっけね、10月に発売してさ、もうレコード大賞を取ってるわけよ12月にさ。だから
今考えるとすごいことだなと思ってさ、だからこのレコード大賞取った時にあれって思ったもん、知らない歌だなと思ったっすもん。だからまださ世間にそんなに浸透してなかった気がすんのよ、私の記憶では。オリコンで一応これでもね4位までいってんだよね。でも当時のオリコンってさ発売してすぐに上昇しないからね、まして演歌だしさ、多分ね4位になったのって結構あとだから本当にあれだと思うんだよな、12月とかだと思うんだよな、ちょっとデータ見てないから分かんないですけども、とにかく印象としてねレコード大賞取った時にえ知らないなこの歌と思ったっすからね、私は聞いたことないなと思って。普通オリコン4位とかなったらさ、当時は街中から聞こえてくるからね、もう俺聞いてないよってこういう歌だったんだよなこれな。一木さんこの頃ちょっと一時売り上げが鈍ってたんだよね、あなたのとこしびからしばらくオリコンに入んなくなってて、あのベスト10に入んなくなってて、でまあようやくこの夜空が4位に入るわけだけども、それってこのレコード大賞効果があるんじゃないかなと思うんだよね。むしろレコード大賞によって売り上げが伸びたんじゃないかなって気がするんだよな、発売時期から言っても。でさこの夜空でやっぱ個人的な記憶があってね、五木さんがまあそうやってレコード大賞取りました。でまあ個人的に知らなかったんだけどね、初めて聞くなこの歌と思ったんだけど、でこんな歌売れてないよな、なんでレコード大賞取ったんだろうと思いながらも、まあ五木ひろしさんがレコード大賞取るっていうのはさ絵になるわけよね、まあ、取っておかしくない人ではあるからさ、そこに疑問は挟まなかったんだけど、で当時ねこれ大晦日でしょレコード大賞ね、で当時の私の周りだけだったのかな、近所に神社があってさ、その神社で毎年ねその大晦日にね人々が集まるのよ。ちっちゃい神社よ、神社って言っても本当にすごいちっちゃい神社なんだけどね、でもそこにさ毎年大晦日にみんな集まるのよ、その町内の人が。で甘酒かなんか振る舞ってんだよね。で一応子供にもくれるからさ飲んでみるけどさ、昔の甘酒だからもう本当に作ってる甘酒なのよ。それ子供にはちょっと飲めないってまずーと思ったもんね。うわまずい、こんなもんなんでみんな飲んでんだろうと思ってさ、まあそういう集まりが大晦日あったの。かがり火があってね、何を燃やしてたか忘れたけど、まあその地面にさなんか置いてで火を焚いてさ、みんなその火で暖を取ってるわけよ。何人ぐらい集まってたかな、100人はいなかった気がするな、50人ぐらいかもしんないな、いや100人いたかな、まあそんなもんですよ町内の人間だからね。で集まってさ、で我々は子供同士で集まるわけよ、ね、その神社に行くとその近所の子供が何人か来てるわけ。行ってもさこの頃私なんか小学校中学年ぐらいだと思うんだけども、ね、そのぐらいの年だからさ寝てるやつも多いと思うんだよね。レコード大賞が終わって、あ紅白歌合戦が終わってか、だから年越しで集まるわけだからね、もう深夜ですよ、だから寝てる子も多いと思うんだけど何人か仲間がいるんだよね。でその仲間を見つけてレコード大賞五木ひろしだったねみたいな話をしたのを覚えてるんですよ全然曲知らなかったのにね、だからまあそれは言わなかったけどね、夜空なんて歌俺知らなかったけどななんてそんな無粋なことは言わなかったんだけど、で集まってそのレコード大賞の話をしたりとかいう集まりが昔はあったのよ、ね、だからまああったかかったっすよ。もう近所そうですね、だから大人たちもみんな集まってワイワイ話してたからね、だから東京とはいえそういうなんだろう町内の自然発生的なさ集まりが、大晦日とか、まあ、あと盆踊りとかねお祭りとかにあったわけ。今でも東京でやってんのかなそういうの、分かんないですけどもね、あるのかもしんないね。大晦日も集まったりしてるかもしんないね。それは年越しのために集まってるとか、やっぱ初詣で集まってんだろうねみんなね。初詣に来るんだけど、まあそこで暖取ってさ年越しを一緒にやるみたいな、ね、こともやってたわけですよ。だからまあ夜空にはそういう思い出があるんでね、まあ、その思い出補正が入って2位になっちゃってるって感じですかね。まあ、歌ももちろんいい歌ですよ。第1位、待っている女ですね。これもさ埋もれちゃってたよね一時期。
私これ好きだったんだよな。あ、これもヒット曲の割には俺埋もれちゃってたよね。これ五木さんの初期のシングルですよね。何曲目だ、4曲目か。五木ひろしとして4曲目ですよね。だからまあこの頃まで五木さんも出す曲ヒットしてたわけですよ。この待っている女もオリコンで6位まで行ってますからね。でもこれはね、それまでと違ってちょっと新しい感じの歌だったよね。五木ひろしという人がこういう歌を歌うんだっていうちょっと意外性があったよね。なんか面白かったな、あの掛け声からしてさ、へへいへいへへいへいっていう、その掛け声が面白かったし、でなんかやっぱ新しいじゃん。多分アメリカあたりのなんだろう、ブラックミュージックあたりからパクってるのか知んないけども、へへいへいへへいへいっていうね、それがその世界が五木さんの世界とあんまりハマってないのよ。実は言ってあんまりハマってないんだけど、それがなんか異次元の面白さっていうかさを醸し出しててね、子供が見ててもまあまあ好きな世界だったというところだし、何よりも曲がいいんだよな。やっぱりこれ作曲が藤本拓也さんって方なんだね。詩は山口洋子さんなんだけど、藤本拓也さんってあんまり聞かない名前ですけどもね。まあでもあなたのブルース、矢吹健さんのあなたのブルースとかを作った人でもあるんだね。うん、このへへいへいへへいへいは好きだったよね。消え残る街明かり、女は待ってるってね、こういう歌なんだけどさ、あの人は来ない、あ恋は終わりかの後サビか、これきりでててててこのままで落ち葉が舞うようにって歌だよね。寂しげなあの女、あそこでほら待っている。やっぱ曲調がモダンだよね。モダンって言葉も古いか、逆にモダンって言葉が古いな。曲調が新しい感じだったよ当時としてはね。それを五木さんが歌ってるってところがね、ちょっと意外性があったんだよね。で本当いい歌だしね。だから私の中ではこの待っている女ってね、強烈とまではいかないけども、まあ五木さんの歌の中では非常に印象が強い歌なので、曲も好きだしっていうところで1位になってるっていう感じなんですよね。昭和の漫画の記憶語り、昭和漫画語り、今回はサムライジャイアンツを扱ってみたいと思います。サムライジャイアンツもアニメ化されましたからね。